なんとかするから。助けてくれ、結婚してくれ。大福、お前は最終選別の時の。お前みたいな奴は知人に存在しない。知らん。あっただろうか、あっただろうか。お前の問題だよ、記憶力のさ。邪魔すんじゃねえよ。その子は俺と結婚するんだ。俺のことが好きなんだ。痛い、やめて、やめて、痛い。お前もうやめろ。 なんで邪魔するんだ。お前には関係ないだろう。なんだよその顔。お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。喋れよ。俺の名はかまど炭治郎だ。そうかい、ごめんなさいね。俺は吾妻善逸だよ。助けてくれよ炭治郎。あ、怖い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 。きっとマースが鬼に食われて死ぬんだ。生きたまま右から脳髄を吸われて。何？やだそんな目。すみません善逸さん。合図をしてくれよ。話しかけるなら急に来ないでくれよ。心臓が口から丸み出るところだった。すみません、ただちょっと汗、息、震えがひどすぎて。なんだよ、俺は精一杯頑張ってるだろ。いや、申し訳ないんですけど、俺も不安になってくるので。やだ、ごめんね。それはよかった。で、なんでそんなに泣いてんの？ん？なるほどね、俺が頭から落ちてんのね。はい。俺死ぬの。あ、なんか頭がクラクラしてきた。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。おまっ、そんな褒めても仕方ねえぞ。強いのは。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一くんを連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。お化け、お化けだ。こら、妖怪だよ炭治郎。あのばあさん妖怪だ。早いもん、異様に。妖怪だよ、妖怪ばあば。ちょっと待ってくれないか。善逸どうしたんだ。怖いんだ。目的地が近づいてきてとても怖い。何座ってんだこいつ。気持ち悪いやつだな。お前に言われたくねえ、井の頭。じいちゃん、四半と呼び。俺じいちゃんが好きだよ。5回飲むの1日に。3ヶ月間飲み続けるのこの薬。これ飲んだら飯食えないよ。すげえ苦いんだけど、辛いんだけど。炭治郎、いや炭治郎、聞いてくれよ。臭い雲に刺されるし、毒ですごい痛かったんだよ。さっきからあの女の子にガミガミ怒られるし。クボになりかけたからさ、俺今すごい手足が短いの。そうなのか。髪、声が犬助か。なんか喉潰れてるらしいよ。落ち込んでんのか、すごく丸くなっててめちゃくちゃ面白いんだよな。なんで急にそんな気持ち悪い笑い方するんだ。どうした。よろしくお願いします。
大丈夫大丈夫、私がお相手します。はじめ。俺は女の子にお茶をぶっかけたりしないぜ。頑張ってください、善逸くん。一番応援していますよ。はい、禰豆子ちゃん、炭治郎、イノシシ、純太郎、どこ行ったんだよ。純太郎、俺を追いかけてきてくれたのか。可愛いやつだな。禰豆子ちゃんの次だけどな。キリピーだよ、お清めしてくれてんの。危険な仕事行くから。みんな、俺と別れるのが寂しいんだね。俺だけ残ってもいいよ。ゼイツさんは少し女の子に対して気遣いや節度を覚えてくださいね。はい。やばやばいやばいやばい、逃げろ。新学期だ、名乗れ。はい。かまど炭治郎、家はパン屋で6人兄弟の長男。ピアスを外せ。俺はハシビラ伊之助。ボタンを止めろ。俺は吾妻。髪を黒く染めろ。でもこれ地毛。仕事にするな、理不尽。パンを食えるのも禁止だ。